こんにちは、カンナです。今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。で、この頃ね、巷で噂になっている今治タオルについてなんですね。それの価格とどんなものかというのをね、ちょっと今日は説明させていただきたいと思います。見ていただきたいと思います。これがね、今治タオルのネームなんですね。これがネームです。で、これが今治タオルってやつなんですね。で、やっぱり一番のね、特徴はどうかっていうと、吸水性なんですね、今治タオルは。で、やっぱその辺の試験っていうのはしっかりした後に製品となって出てきますので、やっぱりね、別注で作るとなると納期と、その辺の品質をね、管理していかないかんので、まずは検査協会に通したりするので、やっぱ納期がかかっちゃうんですね。これが弱点です。ただやっぱりね、やり方にもよるんで、その辺我々にご相談いただいて、一番いい方法をね、ご提案させていただく。当然やっぱりね、後処理っていう工程を通したり、なんていうんですかね、吸水性を良くするための工程も通しますので、やっぱり若干値段も高くなります。でね、こういったいいもんですから、企業さんのね、ノベリティ、あるいは、例えば、周年事業であるとかね、株主総会のお土産であるとか、そういったものにも使えます。ですから、ぜひね、この辺、我々にお問い合わせいただいて、今治タオルでということであれば、それなりの流れでやっていきますので、ぜひご相談してください。よろしくお願いいたします。